まり着いたよ。イエーイ、うん、今から船乗る。いや船乗ってきたんだよ。もういいわ。はい、皆様こんにちは。デビルの家族へ、キャンピングカー生活の小宮です。半年ぶり2度目の本州旅、本日は道の駅波岡にてお世話になることにしました。リンゴのいい匂いするね。ねえ、リンゴの匂いするね。あ、涼しい。もう最悪ここに避難する。本州に入ってとっさに妻と2人感じ取ったのは気温の変化。実は北海道と本州の間にはこのブラキストンラインというものがあるらしく、こちらで生態系の境界線らしいんですけども、この線を境にですね、気候も大きく変わると言われています。函館の潮首から青森の大間までその距離わずか 17.5 キロ。たったこれだけの距離で確実に体感温度が変わっていました。本気で全然違うね。夕方になったらもう寒かったもんね。しかしこの状況下でたった一人若干嬉しそうな男、そう、私、お土産でございます。この日のためにロデオに穴まで開けてウィンドウエアコンを設置、そしてありったけの天井のスペースを利用してソーラーパネルを増設しました。詰めるだけのポータブル電源を積み、いざこの時を待っていた、つまりワクワクしていたわけです。しかしこのドヤ顔、数日後なんと苦悶の表情に変わります。それはまた別のお話。やばいことになったね。これ足がここがやばい、うん、そうなんだよ。ここがやばすぎて、どうすればいいかなこれ。はい、今週旅の初夜、まさかの事態が起きました。なんと大量の虫が車内に侵入。我が家のロデオ居住部分には5つの網戸があります。本州に入ってからはこの網戸を全て網戸にして開放してたんですけども、どうもこの5つのどれかからですね、この虫が侵入しているということで、しらみつぶしに調査しました。するとこのエントランス部分の一番大きい網戸、どうもここが怪しい。虫の入ってくる場所が判明しました。この入り口ですね、この窓枠のところなんですけど、ここにですね、網戸がこのように止まるわけなんですけども、まあ、止まるのがここのロールキャッチなんですけど、こういうところに隙間があるんですけども、この隙間から多分入ってきてます。もうこれは経年ですよね。もう時間が経ってこう歪んでしまったんだと思うんですけど、まあ、ここにですね、何かしら隙間を埋めるようなものを入れれば。今フォーマットで買ってきました、防水隙間用テープで、あとは、マグネットですね、これをつけてちょっと修復していきます。ここと、このマグネットですね。とりあえず応急的な感じでできました。こんな感じで、はい、これで多分おそらく侵入してこないとは思います。ちょっとわからない、今日の夜いろいろテストしてみないとなんですけど、これでもう入ってくるだと、もう逆に入れてやろうかなと思います。はい、
これどこまで行ったの？鈴です。アイス。はい。そこまで行くの？おい、どこまで？もう九州までですね。九州まで行くの？ええ。一人で運転。一人で運転。運転できるんで。なぜ今までの北海道だけとは違って本州やはり大きい。日本列島を縦断するとなると一周するだけでもざっくり1万2000キロもあるんですね。なのでやはり妻の運転の力が必要。ロドの全長は 6.2 メートル、重さは 2.8、 約3トンあるので普通の自動車とは違うんですね。でマニュアルなので若干の練習は必要なんですけども、え妻一応マニュアル運転免許を保持している人間なの である程度は運転できるだろうということで、ロデオに乗ってもらいました。しかしながら妻運転交代案は即却下。その理由が鮮明に残されている映像がこちらだ。そうこれで一足。普通何足？ニュートロがここか。そうこれ2。ん？怖いんだけど、うん、今アクセル吹かしてたよね。アクセル、あ、そうだった。ブレーキとアクセル間違ってた今、うん、めっちゃ危ないから、むっちゃんそれ一番危ないから気をつけて。ブレーキが真ん中、クラッチを踏み込む、思いっきり。そうで一足に入れる。クラッチをゆっくりゆっくり離してって、ゆっくりハンドル持って、ちゃんとハンドル半クラにしていく、うん、これエンスト。もう忘れちゃった。これってバックはあれを見て、人がいない気がしないんだけど、これ。これママの運転すごく怖いね。怖いね。で、これ通り？いや。二足にしないと。転速しないと。かないんだけど。いやだからバックするんだよ一回。でこっちはぶつかりそうなのも。大丈夫大丈夫。大丈夫、ぶつかんないから落ち着いて。ブレーキとクラッチでどっちが先？考えて自分で。考えたくない。もうこのバックミラーもどこ映してるのかわかんない、ね、くっつかれたからブレーキ踏んでてクラッチ外してもいい？これまっすぐなってるかな。ニュートラを外す。あ、動かないんだけど、どっちに行けばいいんだ。で右にもっと切ってウィンカーいらんけどね、まあいいや。まあでもあれだよね、想定してね、リアルを想定してね。で次チェンジしてみよう、変速してみよう。踏み込んでいい？アクセル踏んだことないんだまだ。もっと加速しないと。車が来たらどうすればいい？大丈夫、こっちには来ないから。来そうなんだけど、どうすればいい？来ないって。どうすればいいか。あ、来た。いや右側に避けない、右側に。右、うん、あーちょっと待って、右側するね、右側するね、車いるからね。ママ一足、ずっと一足。もうやめる。いやちょっとダメだな、自信ないなこれ。いや最初は怖いよね。怖かった。行動なんか出たらやばいじゃん。帰ろうか。はい。はい、虫が怖いです。やったね。だいぶ効いてるみたいですね、この。いやーよかった、虫がとりあえずいないです。よかったです。はい、まさかの警察。確かにこの時夕日の撮影をするためにドローンを飛ばしていた僕。しかしなぜ？
実は、はい、お風呂場の放射飛んでったべ。あー、放射されたっていうことで続したんですよ。盗撮。問題となったのがこの映像なんですけども、夕日とは逆方向に飛ばした時がありました。この山を撮影しようとしたんですけど、ちょっと巻き戻すとですね、ここに建物が映ってるんですけども、実はこの4階部分がなんと展望風呂ということで、この展望風呂を僕がドローンで盗撮しただろというのが今回向けられている疑惑。もちろんそんなことしてるわけないんですけども、この時のいでたちに問題がある。中年の男がサングラスをかけてマスク、どう見ても怪しい。疑惑の目で見る警察。すごい、たくさんの人が。こっちのカメラもそうだね。あ、そうです。こっちの名前も聞き忘れてください。すいません。大きくなったら何になりたいの？警察とか、あとは救急車とか、あと消防車だけだよ。うん、旅になってる人も。悪い人は助けない。悪い人は助けない。綺麗に映ってるね。ドローンっていくらぐらいするの？ちょっとオーターウィーになっちゃって。いやいや、こっちは撮ってる。